友座ザ CP 星あるいは1942年の友座新申請は1942年に友座に出現した申請である。観測史上特に明るい古典申請の一つで、極大時には明るさが0.7等級にまで増高した。また、極大後に暗くなるのも非常に早い、早い申請であり、申請爆発前後の明るさの差も非常に大きい、稽有な申請である。 この申請は、トモザの最高層、トモザゼータ星の北北東をおよそ5度の位置に出現した。発見者は、ラプラタ天文台のバーンハラード,ドーソンで、1942年11月8日に、最初の観測を行ったとされる。しかし、非常に明るかったため、ヤーキス天文台のモーガンなど、多くの観測者が独立に発見している。発見時の新星の明るさは 1. 1、1.1。 等級であったとされる。11月13日には最大高度に達し0.7等級となった。極大後の原稿は急速で3等級暗くなるのに8日しかかかっていない。3等級暗くなるのに100日かからなければ早い申請とされるが、その中でも際立って早い。発見から2ヶ月で友差 CP 星は肉眼等級よりも暗くなった。高度曲線では 1960年代はほぼ平坦で明るさが下げ止まったと見られるが、1970年代に入ると再び暗くなり、2000年代まで年平均0.026等級のペースで暗くなっている。それでも、新生爆発が起こる前の明るさと比較すると、100倍以上明るい可能性がある。新生出現前に観測されたハーバード大学天文台のこの天域の 写真看板を精査したところ、19.4等級の構成まで映っていたが、友座 CP 星は映っていなかった。新星爆発後は15等台までしか暗くなっておらず、爆発前後の明るさの差は1971年時点で4.96等級以上、2000年代の測定でも4等級を超える差が見られる。友座 CP 星までの距離は、 新生爆発から14年後に爆発によって放出されたと見られる物質の殻が検出されたことで殻の見かけの大きさと膨張の速さから推定できるようになりおよそ5200光年と見積もられた。1980年代、1990年代の観測と殻の膨張速度をより現実的な過程にしたことで距離は修正され、 およそ3700光年と見られる。新星は白色外星と低温の主系列星からなる連星系で爆発的な造行は主系列星から白色外星へと到着した物質が熱核暴走を起こすためと考えられている。友差 CP 星の場合もこの病像が当てはまるが古典新星の標準的な理論では説明できない観測的特徴もあり、 詳しい物理的性質については、ほとんど明らかになっていない。特に論争の的となっているのが、神星の中でも、どの種の天体なのかということと、連星の質量である、中間ポーラーの概念図。共座、CP 成形の白色矮線は磁場を持ち、強磁場激変性の一つであると考えられている。強磁場激変性の中で、典型的なポーラーの白鳥座、 V1500 世と爆発後の高度変化の特徴がそっくりであったからである。ただし、友座 c し P 星には、ポーラーとは異なる特徴がいくつか見られた。まず、友座 c P 星からは、強い変更や、その時間変化が検出されていない。変更は、ポーラーという分類名の由来にもなった、重要な特徴である。また、友座 c P 星では、1980年代に、 速攻観測と分光観測による視線速度とに相次いで周期性が見つかった。当初、この二つの周期の間にはズレが見られ分析を重ねた結果、両者は基本的に同じおよそ1.47時間周期で変動していることは分かったが、一方で速攻データにはこれとは別の周期が存在し、しかもその周期が安定していないことも分かった。 これらの特徴は、連星の光点と白色矮星の時点が完全に同期している、ポーラーでは見られないものである。この1.47時間の変動周期は、連星系の光点周期であり、これは基地の古典神星の中で最も短いものの一つであり、光点時間が2時間から3時間のあたりに激変性が見当たらない、光点周期の空白地帯よりも短い周期で、 初めて見つかった激変性である。また、スペクトル線の輪郭から、K の運動の詳しい速度分析をした結果、友差 CP 性には、硬着円盤が存在することが明らかとなっている。ポーラーであれば、磁場が非常に強いため、物質の硬着は、磁力線に沿った硬着流となり、硬着円盤の形成は阻害されるので、友差 CP 性の場合とは異なる。 これらの特徴からすると、友差 CP 星は中間ポーラーであると考えられる。ただし、光天周期と見られる周期とは別の周期での変更が不安定なのは中間ポーラーらしくない特徴であり、また、赤外線での変更の特性はサイクロトロン放射によるものであることが示唆されるが、赤外でサイクロトロン放射が観測されるのはポーラー的な特徴であって、 中間ポーラーと考えれば、すべての観測結果に説明がつくものではない。友座 CP 星は19等より暗い状態から1等星にまでなったその増高幅と、極大五8日で3等級という急速な原稿から、すると白色 Y 星の質量は大きいと考えられる。また、X 線の強度や X 線スペクトルに見られる気線の特徴から、 白色矮星表面へ物質が降着する際の衝撃破加熱はかなり高温に達しており、これも白色矮星の質量が大きく、おそらく太陽質量の1.1倍以上あることを示す。一方で、可視光の分光観測から速度とその変化を分析し、連星系の力学に基づいて計算した白色矮星の質量は太陽質量の18%以下となる。 両者の間には大きな乖離があり、また、標準的な申星の理論では、太陽の2割に満たない質量の白色矮星では、観測された大きな増高を実現できない。そこで、当初は、白色矮星と晩星とで質量に大きな差はないとされていたものを、理論を改良して、晩星の質量をより小さく、白色矮星の質量をより大きく見込めるようにした。結果、 晩星の質量が太陽の7%、白色外星の質量が太陽の83%と計算され、現実的な値に収まるようになった。しかし、この質量で観測された視線速度の挙動をすべて説明できるわけではない。ありがとうございます。